ボルフハルト・パネンベルクは、ドイツの進学者。ルターハ出身で、エーバー・ハルト・ユンゲル、ユルゲン・モルトマンと共に、カール・ワルト、ルドルフ・カール・ブルトマンー後の世代を代表する。希望の進学の流れを組みつつ、独自の歴史進学を展開した。1928年10月、シュテッティンに生まれる。税管理の父親は、転勤が多く、1942年には、 ベルリンに引っ越している。幼児洗礼は受けたものの、すでに両親は教会から距離を取るようになっていたため、家庭には特にキリスト教の雰囲気はなかった。また、10代の頃からフリードリヒ・ニーチェの思想に親しみ、キリスト教に対して批判的な考えを持っていた。しかしその後、ニーチェが批判するキリスト教とは異なるキリスト教を発見し、進学を志すようになった。 1944年に軍隊に入り、1945年には短期間であるがイギリスで、保虜生活を体験している。ベルリン大学、ゲッティンゲン大学、ハイデルベルク大学で進学を学び、バーゼル大学のバルトのところに留学もしている。ハイデルベルク大学では、ゲルハルト・フォン・ラートの文下生たちと、パネンベルクサークルを形成する。メンバーは、パネンベルクのほかドルフ・レントルフ。 トゥルッツ・レントルフ、ウルリッヒ・ビルケンス、クラウス・コフホ、D ・レスラー、M エ・エルゼなど。パネンベルクサークルによる論文集、歴史としての刑示以来、パネンベルクは独自の歴史進学を展開しているが、同時に進学の学問性という問題にも取り組み続け、新しい自然進学の可能性を探求している。1953年、ハイデルベルク大学のエドムント・シュリンクの下で、 博士論文、ドゥンス・スコトゥスの予定説を執筆し、それによって学位を取得。1955年、教授資格論文、ルイヒと掲示を執筆。1956年7月、ハイデルベルクの聖ペトロ教会の牧師に昇平。その後、ブッパータール神学大学、マインツ大学、ミュンヘン大学で、組織神学教授を歴任した。 その間、アメリカの大学にも何度か招かれており、シカゴ大学、ハーバード大学などでも、教弁をとっている。2014年9月、ミュンヘンにて死去。思想的出発点には、バルト批判という動機が認められるが、その後は、バルトに対立する思想を展開したわけではない。進学者としては、バルトの他に、フリードリヒゴーガルテン、ゲルハルト・フォン・ラートの影響をも受けている。 同世代の進学者である、ユルゲン・モルトマンとは、ブッパータール進学大学で互いに影響を与えあったが、両者の思想には、共通点よりも、相違点の方が目立つ。共通点は、終末論の協調という点において、ヘーゲル主義とエルンストブロフホの影響が見られるところであり、相違点は、モルトマンがパネンベルカほど、歴史の進学を重視しなかったことなどである。また、 モルトマンは、いわゆる組織進学者ではないのに対して、パネンベルクは、自ら明確に組織進学者を名乗った。哲学の造形も深く、ドイツ関連論については、本格的な研究をしており、特に、ヘーゲルの影響は随所に見られる。また、カール・レービット、カール・ヤスパース、ニコライ・ハルトマンからも、直接的に影響を受けている。1963年に、 シカゴ大学の客員教授としてアメリカに滞在していた際に、プロセス進学とアルフレッド・ノース・ホワイトヘッドの思想に触れる。神の存在についての考え方において、パネンベルクとプロセス進学との間には類似点が見られるが、パネンベルク自身はプロセス進学の立場を取らないと明言している。パネンベルクによれば、刑事は神の間接的自己刑事である。 間接的であるため、それは神自らが直接的に権限するのではなく、神の歴史行為を通して示される。具体的な歴史の出来事そのものが神の啓事となっているのである。自ら編集した歴史としての啓事において、パネンベルクは啓事を超歴史的なものと考えるバルトの立場や、実存論的に考えるブルトマンの立場を批判した。これが彼独自の 歴史の進学が展開する出発点となっている。パネンベルクの啓示についての競技学的命題は次の7つにまとめられる。聖書の証言によれば、神の自己啓示は神権限のように直接的にではなく、神の歴史行為によって間接的に生じた。啓示は啓示的歴史の始めにではなく、終わりに見出される。歴史の啓示は神聖の特殊な権限とは異なり、 見る目を持つすべての人間に開かれている。つまり普遍的な性質を持っている。神の神性の普遍的な啓示は、イスラエルの歴史においては実現せず、そこで全歴史の終わりが先取り的に正規する形で、ナザレのイエスの運命において、初めて実現した。キリストの出来事は孤立した出来事として、イスラエルの神の神性を啓示しているのではなく、 それがイスラエルとの神の歴史の一部である限りにおいて、神の神聖を掲示している。違法人教会におけるヒュダヤ的掲示表彰の形成には、イエスの運命における神の終末論的な自己証、示せの普遍性が表現されている。言葉は予言、訓戒、告知としての掲示に関係する。パネンベルクは、キリスト論要項において、当時の聖書学の成果を取り入れつつ、 独自のキリスト論を展開した。彼はイエスを最初から神の子として見るのではなく、歴史的な人物としてのイエスの中に神聖を認識していくという方法をとる。その際、イエスの復活が鍵となる。復活は信仰されるべき事柄である以前に、歴史的な事実でなければならない、とされる。初期の大著、学問論と神学においてパネンベルクは、 当時の科学哲学の成果を取り入れつつ、進学の学問性という問題に取り組んでいる。進学は進行者にしか理解できない学問ではなく、普遍妥当性を持った科学的な学問であることを示そうとした。パネンベルクは、進学的観点における人間学において、当時の哲学的人間学の成果を自らの進学において活用している。しかし哲学とは異なり、 神学の立場から人間を歴史的存在として捉えている。パネンベルクのライフワークはやはり組織神学である。彼は1988年から1993年にかけて組織神学全三巻を表した。そこで彼は普遍的、歴史的未経験の解釈学という枠組みでキリスト教信仰の真理性を弁明した。神の啓示は 神の歴史的行為全体において間接的に示されるというのがパネンベルクの基本的な立場であり、これはバルトの直接的な掲示から出発する競技学に対する批判を含んでいる。そのようなパネンベルクの歴史意識には特にヘーゲルの歴史哲学の影響が認められる。組織進学前三巻の目次は以下の通り、パネンベルクは 諸教会が信仰において一つになることを目標として、ミュンヘン大学にエキュメニズム研究所を設立した。ありがとうございます。